ごきげんよう、トコッポノです。今回やりまーディノウォーターワールド、ようこそ。いや誰、ちょびひげ似合ってんね。で、最初のディノはこのワニなのかな。あ、そしてここに、あ、これワニの卵で、場所を選んでこれで、あ、ワニが生まれたね。まだ生まれたばっかだからちっちゃいな。で、戦闘できる。よし、初めての戦闘やってみよう。対戦相手強そうだな。ネッシーみたいなのいるね。お、いいよいいよ。ま、この戦いは自動で見る感じなんだね。さあ、頑張れ。あ、なんか必殺技。きっと強え。一気に体力削れたね。おお、範囲ダメージもあるんだね。おいしょ、おいよ、頭突き。最初の勝負、勝ちました。よし、ワニ吉と名付けよう。そしてレベル2になったね。え、次はこれ亀もらえたってことかな。うわ、最強のディノ軍隊作っていきたいね。あ、早速これ、亀手に入るよ。なんか凶暴そうだな、この亀。まずは卵からもらって、で、亀の場所はここだね。さあ、これで、生まれた。よし、3匹になったね。亀吉と名付けよう。じゃあ、ステージ2やっていきましょう。さあ、新しく仲間になった亀吉。ワニ吉と亀吉。あと、この一番下のやつは、マイケルと名付けよう。よっしゃ、いいぞみんな、頑張れ。さあ、続き。必殺技もそろそろ来てほしいな。来たよ、マイケル。うおお、今、雷出してきたね。そんな能力もあるのか。そして、氷のつぶてをぶつけたね。おお、強い強い。わ、なんか回復した。亀の必殺技で回復したね。いや、そういうのもあるのか。よっしゃ。2戦目も勝ちました。さあ、レベルアップ。イカもゲットしたね。で、ステージ3クリアすると、なんかもらえるね。よし、ここもやっていこう。さあ、今回の対戦相手。魚だね。まあ、大昔に生きてた生き物たちだから、いつかダンクロステウスとかも欲しいな。古代に生きてたサメとかも欲しいね。さあ、集めていくよ、生き物たちを。強い。敵の必殺はめっちゃ強いな。高評価も押して、みんなも応援しよう。高評価、よろしくね。やはり我々チーム強し。さあ、なんかこの、エラスモサウルスっていうのもらえそうだね。これ来るんじゃない、ついに。さあ、ここだね。来たー、エラスモサウルスも生まれました。これ初めての恐竜だね。じゃあ、ステージ4やっていきましょう。さあ、エラスモサウルス、どんな必殺技出すんだろうね。いや、楽しみだな。まずちょっと、マジ、やばい、ワニ吉がやられそうだ。お、でもいいよ。よし。お、まずは頭突き。亀の回復とかも来てほしいな。わー、大丈夫かー、マイケルー。やばい、マイケル集中狙いされてる。マイケルもちょっとやられそうだな。オッケー、でも一匹倒したよ。さあ、来た、エラスモサウルスの必殺技。うおー、氷で固めたね。お、そして亀の回復も来た。亀吉、ありがとう。よし、我々チームの勝ちだ。じゃあ、ステージ5もやっていきましょう。でかっ。え、これボス？ついに出てきたか。うわ、これ巨大なエラスモサウルス？やばいやばい。勝てるかな？さあ、まずは普通の攻撃していって。2ターン目で必殺技だね。さて、ワニ吉！ワニ吉が消えた！これは、倒さないとこいつ。こいつがいると、海の世界は危険だらけだからね。しっかり倒して。オッケー！よし、この海の世界は平和になった。さあ、レベルアップ。そして、とんでもないサメ、もらえたってこと？うわ、これだね。ヘリコプリオン。うわ、欲しいな。宝石650必要なのか。あれ？これ買えなかった？今持ってる宝石が、37個しかないのか。全然買えないね。よし、じゃあ広告見たらね、宝石もらえるんで、広告見よう。よっしゃ、宝石ゲット！8個だけかーい。さあ、いろんな広告見まくってたら、
新しい生き物をゲットしました。仲間増えてきたね。5匹もいるよ。さあ勝負だ。勝てるかな。まずは必殺技来た。おお、一旦目で必殺技も終わるんだね。お、いいよいいよ。さて続き、やっぱこの辺から敵強いな。まずは1体倒したいところだね。ワニキチーマイケルー、やばいやばい、敵強い、敵の必殺技だ、耐えろ。うわー、魚くーん、うわ、いろいろやれたんだけど。よし、まずは1匹倒した。耐えろ、耐えるんだ、オッケー、耐えた。やばい、エラモスー、残りはカメキシだけだ。カメキシ頑張れ、カメキシー、負けてしまったか。急に敵強くなったね、このステージ6から。さあ、あとなんかね、レベルアップもあるね。コインと木の実を使うと、これどんどんレベル上げれる。よし、レベル上げて強くしていこう。あ、なんか進化もあるね。あ、宝石が必要なのか。ちょっと宝石は節約していきたいな。よし、じゃあワニ吉もレベル上げていこう。で、レベル10になると進化があるんだね。よし、じゃあマイケルもレベルアップ。亀吉もレベルアップ。じゃあ一回だけ進化できるから、マイケルを進化させようかな。マイケルだけが星3の強さだから、ちょっとマイケル進化させた方がいいね。よし、行きましょう。これ将来、モササウルスになりそうだな。さあ、まずは1回目進化、来たー！でかくなったねー。さらに、じゃあレベルも限界まで上げていって、で、さらに進化とかもあるね。宝石80個必要なのか。ちょっと宝石ないから。よし、とりあえず戦ってみよう。じゃ、さっき負けた、ステージ6。これなら勝てるんじゃないかな。レベル上げまくったからね。さて、強い！一撃で倒した！めっちゃ強くなってない？これ。さて、神吉、おー、いいよ！余裕で勝った！さっき負けたのに成長しすぎでしょう。さあ、次のステージもやっていきましょう。クジラでできたね。一撃。マイケルが強いな。よし、いいよ。さあ、どうだ？余裕だね、この勝負も。オッケー、勝ち出した。あれまたか。オッケー、勝ち出した。さあ、じゃあ、ステージ9もやっていきましょう。だんだん敵も強くなってきてるんだろうね。どうだ？でもやっぱ一撃だな。いや、余裕だね。さて、どうだ？いいよ。うおー、亀吉の攻撃力もめっちゃ上がってるね。オッケー、倒しました。そう、ステージ10。ここ多分ボス戦なんじゃないかな。よし、やっていこう。来たー、もう一匹もいるし。これ勝てるかな、ボスだけど。さあ、まず、マイケルの攻撃で耐えただと？あれ、強いな。か、ワニ吉ー、ワニ吉がやられたー。え、まさかの一撃。さあ、マイケルの必殺だ、オッケー。もう誰もやれないでくれ。マイケル耐えた。さあ、よー、おー、エラモスの、おい、回復した、おー、倒したー。よっしゃ、勝てた。ちなみにどれだけあるんだろう。あ、ここまでか。まだまだ先長いね。これはまだできないのかな。よし、まあ、とりあえずステージ11やっていきましょう。さあ、ここからさらにまた強くなってるんじゃない。うわ、でも一撃で倒した。でも敵のレベルも上がってきたね。いや、それでも全員生き残って勝てそうだ。よかったー。今回は叫ばなかったよ。さあ、なんだかんだステージ15まで進めてきました。じゃあ、ボス戦やっていきましょう。うわ、これ強そうだな。勝てるか？まずはマイケル。うわー、やばい。耐えたか。やばい。うわ、あの続き、刺さりそうだな。え、てか、ワニキチやられてるし。強いな、一撃でやられたか。オッケー、まずは一匹倒した。さあ、やばいよ。なんか、鼻がノコギリになってるっていう生き物だね。よしよし。オッケー、倒した。ワニキチだけがやられたか。なんとか倒したね。じゃあ、上のここのゲート、行ってみましょう。え、なにこれ？
あ、ここもバトルがあるのか。チームを選んで、よし、やっていきましょう。え、このバトルは何だ？亀だらけなんだけど。さあ、残り2匹。これ余裕で勝てそうだね。よいしょ、倒したー。あ、コインが結構もらえるステージだったね。よし、5000コインゲット。じゃあ、宝石も溜まってきたんで、新しい生き物を飼いたいと思います。いや、どれにしようかな。てか、これ欲しいんだけど、いや、これじゃない、これ。1万円課金すると、もらえるやつだね。いや、高すぎでしょう。でも、星5もするよ、この生き物。いや、何これ。まあ、これ欲しいところなんだけど、まあ、今回は、メガロドンにしたいと思います。まあ、これも育てたら強くなるんじゃないかな。よし、じゃあまずは卵の状態だね。卵が生まれるまで、1時間30分もかかるのか。ちょっとこれは、次回、もし高評価があったらやってみたいと思います。あれなんか、ここに矢印が出てるんだけど。え？もう一匹なんか誕生した！トリナクロメムロという生き物をゲットしてしまいました。よし、トリナクロメムロをレベルアップしていこう。じゃ、最後の戦いやっていきたいと思います。トリナクロメムルをチームに加えて。よし、わ、増えたな。敵も増えてるね。敵でかっ。敵もなんか進化してないあれ。やばいな、勝てるかな。頼むから誰もやりないでくれよ。やばい。ワニキチー、ワニキチやられちゃったか。なんか毎回やりてるね、ワニキチ。いや、なんとか勝つよ、でもこれ。よし、あと一匹。さあ、耐えるな。あ、来た、トリナクロメムルの、来ただだ。うわ、でも、敵硬いな、こいつ。強いよ、この生き物。それでも、うおー、倒したー。よし。最初は弱かったのに、気づいたら、めっちゃ強いチームになったね。まあ、この辺で終わりたいと思います。高評価、よろしくね。それじゃあね。